お名前を教えてください。松本裕也です。はい、裕也君。裕也君は好きな色は何色ですか。ブラック。好きな食べ物は何ですか。ケチネード。好きな遊びは何ですか。ラキュー。ラッキューってどんなものかな。ページにあるやつ作っていたり、うんうん、ロボットとか機関車とか、えー。本見ながら作ったりするの。 紙見て作ったりするのうん、そっかそっかアイムくんはどんなもの作ったの今までロボットとかバイクとか汽車とかじゃあ今度どんなもの作ってみたいパトカークラスイブですはい、イブちゃんイブちゃんは好きな色は何色ですか水色です好きな食べ物は何ですか桃です 小学校に行ったら楽しみにしてることって何ですかプールですプールでどんなことしてみたいイルカジャンプですすごい、どんなジャンプイルカみたいにぴょーんと飛ぶのおおすごいイブちゃんは泳ぐの好きなプール行って泳いだりするのどんな泳ぎ方できるのまわたり じゃあイブちゃん他にも小学校で何か楽しみなことある勉強ですどんどんも勉強あると思う算数とか中西アナですはい、ユアナちゃんユアナちゃんは好きな色は何色ですかピンクじゃあユアナちゃん好きな食べ物は何ですかカレー好きな遊びは何ですかこままし ユアナちゃんなんか自分のコマって持ってんの保育園にあるのユアナちゃんのコマは何色かなピンクコマ回しはお部屋の中でするの外でするの中<カ>じゃあユアナちゃんお外で遊ぶときはどんな遊び好き縄跳び私はゆずきですはいゆずきちゃんゆずきちゃんは 好きな色は何色ですか。虹色です。好きな食べ物は何ですか。ぶどうです。小学校に行ったら、楽しみにしてることって何ですか。プールです。小学校のプールで、どんなことしてみたい?。泳ぐ。泳ぎたい。ゆずきちゃんは泳ぎできる。これから、泳げるようになりたい。うーん、そっかそっか。 ゆずきちゃん、もうランドセル買ってもらった。これからか。どんな色のランドセルがいいピンク。あ、ピンクの可愛い,いランドセルな。うん、そう。他にはお友達とこんなことして遊びたいなって思うことあるおままごと。高瀬美咲です。はい、美咲ちゃん。美咲ちゃんは、好きな色は何色ですかピンク色。 好きな食べ物は何ですかバナナ保育園でやったことで楽しかったことって何ですか運動会運動会はどんなことやったのリレーリレーしたのうみさきちゃん、リレーのどんなところが面白かった走ってるところが面白かった保育園でもいろんな楽しい遊びして思い出作ってねありがとうございました ありがとうございました。